明る9月に悠仁さまが18歳の誕生日を迎え成年皇族になるなど、今年、ますます存在感を高めていくと見られる秋篠宮家。そんなご一家を支える公子職休務官の人事をめぐり、警察庁出身者の出向が途切れる異例の事態が起こっていたことが、週刊文春の取材でわかった。公子職の人事は1月25日付。警察庁出身の A 氏が遺願免職となり、 翌26日付で B 氏が急務官に任命された。皇室担当記者が指摘する。皇子職は2019年5月のお題代わりに伴い新設され、これまで必ず警察庁出身の急務官が一人置かれていた。任期を終えて警察庁に戻る際には、公認も必ず警察庁から派遣されてきました。ところが今回の人事で、警察庁に戻る A 氏の代わりに出向してきたのは、 外務省出身のの B 氏だったのです宮内庁は元警視総監の西村康彦長官を筆頭に、初代の公私職太夫に元警察庁の梶隆二氏がつくなど、警察色を強めてきた。秋篠宮家の日々の公務を支える急務官に、警察庁から職員が派遣されるのも自然な流れだった。事実関係を警察庁に尋ねると、ところが今回週刊文春。 の取材に応じたある警察幹部は重い口を開き、こう語ったのだ。前々からタイミングを伺っていたんです。もう、警察庁から人は出さない。事実関係を警察庁に尋ねると宮内庁の人事についてはお答えする立場にない。宮内庁はこう回答した。公私職勤務官については、人格、指揮権を考慮し、ふさわしい人物を任命している。 個別の人事については回答を差し控えます。5月15日、水曜日12時配信の週刊文春電子版、及び5月16日、木曜日発売の週刊文春、では、警察庁関係者が明かした出向打ち切りの理由や、秋篠宮が警察庁出身の休務官に不信感を抱いた出来事、のりこ様が言い放たれた強いお言葉、 友人様の警備に対する秋篠宮のご要望など、秋篠宮家と警察の間で繰り広げられてきた暗闘の様子を重宝している。